皆さんこんばんは、キューニーFです。本日は有楽社さん深山農園さんの試作マットの結果を見ていきます。今回はヘラクレスオオカブトとコーカサスオオカブトの結果をいつも使っているマットと比べて感想を述べたいと思います。どちらも前回の投入から3ヶ月経っております。ここで一つお詫びです。今回ヘラクレスの幼虫を割り出した際の動画を撮っていたつもりだったのですが、録画ボタンを押していませんでした。3日くらい経ってから気づきました。なので再度3日後に体重測定をするためだけにひっくり返した動画です。体重は 74g でした。これがいいのか悪いのかどうかは、もう1匹の幼虫と他のヘラクレスの体重の推移とを比べてみたいと思います。次はいつものマットで育てた幼虫です。この子は先ほどの子より投入時は 10g ほど多いですが、誤差としては1から2週間程度だと思います。体重は 95g でした。まずまずの大きさだと思います。次に今飼育している種と比べてみたいと思います。今回のテストマットの感想ですが、明らかに他よりも体重が少なすぎますね。 88g の幼虫は我が家では小さい方ではありますが、それよりも 10g 以上少ない今回の結果はヘラクレスのような大型種でも育ちにくいマットという結果でした。原因はやはりマットの粒子と発酵不足。一応はマットを再発酵させたのでギリギリ育つくらいの状態に持っていけたとは思いますが、次のコーカサスの幼虫でマットの粒子が一番の原因というのがよくわかると思います。明らかに小さいです。しかも三齢初期のような凶暴性が未だに残っている感じです。結果は 29g。 次に他の幼虫と比べてみましょう。この幼虫たちは多頭飼育で飼育した個体です。明らかに先ほどの幼虫よりも大きく見えます。というか大きいです。この幼虫たちは雌雄判別をしていないので、オスとメスが混ざっています。ここまで体重に差が出た原因は推測ではありますが、やはりマットの粒子の粗さが原因かと思います。それでもヘラクレスは小さいながらも育っていました。コーカサスと何が違うのか、その答えは
マットの深さにあると思います。ヘラクレスは高さのある中クラゲで飼育したので、粒子の小さいものは下に、粗い粒子は上にといった感じで食べられる餌があったけど、コーカサスは高さのない飼育ケースで、すべて粗い粒子だったので食べられる餌がなかった。つまり粒子の大きいマットは発酵不足で栄養がなかったと推測します。まとめようと思いましたが、すべての原因はこれだけで解決しそう。マットの粒子をもう少し小さくした方がいい。マットの粒子が大きいので産卵マットにも向かないし、マットの粒子が大きすぎて発酵に時間がかかりすぎてコストもかかりそう。マットの粒子が大きすぎて大型種にも不安が残る。幼化の近い幼虫でマットを全交換したら、幼室を上手に作ることができずに縮む可能性が高い。今のマットならクワガタだと育つと思う。